久保さん、オーディションを受けるみたいです、じゃないですか。おめでとうございます。はい。まあ、何歳になってからも挑戦はできますよね。はい。まあ、今回は挑戦にしましょうか。うん。なんか、あの、挑戦しない人生って、多分、つまんないと思うんですよね。でも、みんな挑戦をおそ恐れるんですよ。なんか、あれをし,したいなとか、こういうことしたいなとか、人生でこんなことしたいなとか、いろいろあると思うんですけど。 でも、やらずして、まあ、生涯を終えていくと。で、それを、なんだ、挑戦するために何が大事かっていうとうん、挑戦しないことを恐れることってことですね。考え方としては。挑戦しないことを恐れる。みんな挑戦した後を恐れるので、いやいやいやと。あの、生きてる時間、賞味期限あるし、挑戦できる時にしとかないと、もう何もできないよっていうところで、挑戦しないことを恐れると。うん。 いってらっしゃい。